そうですね。綺麗です。また鳥が飛んでますね。どうかしましたか？どうしたの？うに？なんでもないよ。なんでもない。ねえ、みちる？に？私のせいかな。え？何が？みちるがそんな顔をしている理由。うに。そう。やっぱり違うよ、みなぎ。違う？うん。何が違うの？ここは。ここは、みなぎの居場所じゃないよ。え？みなぎだって、わかってるんでしょ？絶対無理してるよ。無理なんて。ダメだよ！嘘ついたら！だって、みなぎ、寂しそうだもん。どんなにごまかしたって、みちるにはわかるんだもん。みちる。
ずっと一緒だったから分かっちゃうんだもん。みちるにはみなぎのことが分かっちゃうんだもん。ダメだよ、みなぎ。寂しい時は寂しいってちゃんと言わないとダメだよ。そうじゃないとみちるだって悲しいよ。みちるはそんなみなぎを見てるの悲しいよ。みちる、だからね、うん、ごめんね。ウニ、ねえ、国崎ゆきと。あとのことは、国崎ゆきとに任せるよ。これで、やっと長かった夢は終わることができるから。みちるに無理をさせてしまいました。はい、そう。
あの、お金の方はどうされるんですか？少しでよろしければ。でも、私に？私にできることなら、簡単？あの、意味がよくわからないのですが。何をですか？世界。はい。どこへですか？着替えとかは持ってますし。そうなんですか？それは何ですか？師匠。はい。
どこへ行かれるんですか？どうしてですか？お母さん。私が決める。みなぎ、遠野みなぎ。国崎さん、私、
国崎さん。みなぎ、みなぎ、帰っちゃったね。ただいま。ねえ、国崎ゆきと？国崎ゆきとはやっぱりこの町を出て行っちゃうのかな。うんに、そっか。それは困ったね。うんに、そっか。んじゃあさ、みなぎのこと国崎ゆきとにお願いしてもいいかな。きっとね、みなぎはもうみちるがいなくても大丈夫だと思うから。みちるはね、もう帰らなきゃいけないんだよ。
お空にはね、とっても寂しそうな女の子がいるの。その子はいつも悲しい夢を見るだけで、他には何もない。幸せになれないから、悲しい夢を見るしかない。ミチルはね、その悲しい夢のかけらなんだよ。ちょっと違うか。ミチルはその子の夢を少しだけ分けてもらったの。その子の背中にはとても傷ついた羽があって、その羽にはすごく不思議な力があるの。いっぱいの人たちが見たいっぱいの思い出がその羽には詰まってるんだよ。でも、すごくかわいそうだった。だから、助けてあげたいと思ったの。ミチルはね、その子の羽を一枚だけ分けてもらった。会いたい人がいたから。会って、幸せにしてあげたい人たちがいたから。その人たちの幸せが、その女の子の幸せにつながると思ったから。ミチルは、女の子に思い出を一つだけ分けてもらったの。その人とお友達になるには、思い出が必要だったからね。ミチルには、思い出が何もなかったからね。国崎ゆきとは知ってる？人間はね、思い出がないと生きていけないんだよ。でもね、それなのに思い出だけでは生きていけない。夢はいつかは覚めないといけない。覚めることを忘れた夢は、それがどんなに幸せな夢であったとしても、いつかは悲しみに変わってしまうから。それは、とても寂しいことだから。とても辛いことだから。だからね、ミチルは帰るの。ミチルは幸せな思い出をいっぱいもらったから、みなぎと、それに国崎ゆきとにもいっぱいもらったから。女の子からもらった悲しいだけの思い出に、少しは幸せな夢を見せてあげることができたと思うから。だからね、ミチルはあの女の子に羽を返しに行くの。幸せな思い出をいっぱい抱えて、女の子に会いに行くの。大好きな人たちとお別れするのは寂しいけど、ミチルはただの夢だから。星は夜が明けたら消えないといけないものだから。ミチルがいなくなっても、ミナギはきっと大丈夫だと思う。ミナギはね、やっぱりミナギでいなくちゃいけないんだよ。
ミチルはミチルだよ。それでいいの。でもね、やっぱり、ミチルはミチルじゃない。本当のミチルはどこにもいない。どこにも、居場所なんてないの。ここにいるのは、ただの夢なんだよ。そして、その夢も、もう終わり。にゃははは。すごく、楽しい夢だったよ。すごく、幸せだった。ミチルは、この世に生まれてくること、許して、もらえなかったけど。ねえ、国崎ゆきと？あのね、最後にミチルのわがまま聞いてもらえるかな？本当かな？うん、大丈夫。国崎ゆきとと、みなぎにしかできないことだから。安心安心。うん。あのね。国崎ゆきとが遅いから悪いんでしょ？にょわー！お魚さんがいっぱいだー！ほんとだ。いっぱいいるね。うん！いっぱいいっぱい！
ミチルはね、ミチルの思い出が欲しい。誰のためでもない。ミチルだけの幸せな思い出が欲しい。しないなあ、ねえ、みなぎ。だらしない。あ、怒った。行きましょう、国崎さん。大丈夫です。母にはちゃんと断ってきましたから。ねえ、国崎ゆきと？みなぎにはまだ内緒だよ。どうかしましたか？国崎ゆきとがね、みなぎと一緒に眠れて嬉しいってさ。
ぎが照れた。うにゅ、照れることないと思うのに。ぽ。国崎さんも、ほっぺが赤いです。みなぎにはまだ内緒だよ。お手伝いします。はい、かしこまりました。今日は玉ねぎを持ってきてるんです。みちるは、実を言うと、玉ねぎが好きなんですよ。ハンバーグも、みちるに言わせると、お肉より玉ねぎが主役なんだそうです。そうですね。少し変わってます。んにゅー。玉ねぎ。では、支度を急ぎましょうか。
ごい。に？いないの？そんなことはないですよ。とても楽しいです。大まじです。あまりに楽しいので、思わずこれを心底。そうですか？少しだけ。国崎ゆきとが困ってるよ、みなぎ。そう。うん、本当はね、みなぎにチューしたいぐらい喜んでると思うよ。チュー？すいません。してしまいました。ぽ。よかったね、みなぎ。喜んでくれたよ。よかった。でも、この時間から来ておかないと、一番綺麗な星の出を見逃してしまいます。うん、楽しみ！ようやくご登場です。パチパチパチ。綺麗ですね。
国崎さん。みちるも。にゅ、なになに？これから三人で願いをかけてみませんか？はい。星の輝きが私たちの心をきれいに清めてくれますように。うん、いいよ。お掃除きれいきれいだね。うん、きれいきれい。うに？国崎ゆきとはお願いしないの？国崎さん？はい。国崎さん、みなぎ、いいよ、国崎ゆきと。みなぎが困ってる。いいんだってば。思い出はきっとなくなったりしないよ。ね、みなぎ。だって、仕方ないじゃないですか。すべては私の罪から始まってしまったこと。私の罪、私の願い、それさえなければ、誰も夢なんか見なくて済んだはずなんです。みちるだって、ずっとここにいられたはずなんです。すみません。
そうだね。ずっと一緒にいたんだもん。やっぱり、ミチルがミナギを苦しめているのかな。うんに、でも、ミチルも、ミナギが大好きだよ。星、綺麗だね。